ランクバトルで未だに誰も使っていない禁止伝説が存在します。コスモックとコスモウムって言うんですけど、なぜか誰も彼らを使おうとしない。不思議でしょうがないですよね。今回はそんな彼らの可能性を開拓していきたいと思います。さあ、というわけで今回のパーティーはこのようになっております。禁止伝説枠はもちろんコスモッグ、コスモウム、そして一般ポケモン枠は彼らを採用しておりますが、主に今回使っていくのはレジエレキになることかと思われます。というのもレジエレキは非常にコスモッグ、コスモウムと相性が良くて、まあ、この3体であれば誰に対してでも確実に勝っていけるほどの強さを誇るんですよね。そんなね、可能性の獣たちを今回使っていくぜ。では対戦よろしくお願いします。おー、いいファッションから繰り出されるドリームボールと、そしてドラパルト。ほほー、ドラパルトですか。まあ、こいつあれだろうな、初手壁張りドラパだろうな。いやー、もう何するか悩ましいといった場面ですけど、まあ、ここはダメ押ししていきますかね。多分ダメ押し全然入らないけど、ドラパの耐久だったら半分くらいいかねーな、おい、勝てーな、おい。これは壁張りドラパですわ、明らかに。うん、まあでもダメ押しをしたおかげで、まあ次上からね、まだ光の壁は特殊半減ですけど、ダメ押しは物理技なんで、まあ半減されずに打つことができると。まだダイマ切りたくないですね。からのリフレクターと、ここだな。まあ壁張りドラパって鬼型だと思うんですよね。残りまず一旦鬼火をかわしましょう。そうするとね。ここを、引っ込めてくださる感じ。出てくるのはネクロズマ。弱点保険を発動しに来た顔をしているね。なるほどね。でも、保険は本当に降りるんですかね。さあ、どうでしょうか。弱点保険、いいアイテムだ。いや、ここ入れ替えれたら強かったね。これ読んで。まあまあまあいいでしょう。ここはね、モンドミオでコスモウムを出していきましょう。さあ、レジエレキ戻っていただき、出て行きますわ、コスモウムと。いやでもこれ、親子対決。待て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 、それは聞いてないぞ。それは聞いてないね。俺もコスモパワーするか。コスモパワー、相手宇宙感じまくってますね。まあ、しかし、親子対決、こちらも当然、コスモパワーを積むぜ。お互いやり合おうぜ。どっちが真のコスモパワー使いか。親を超えてみせる、父さん。さあ、メテオと、おい、ずるいぞ。なんなんだ、その技。こっちにはないのに。おぉ、七色に輝いて。うぉ、勝てえな、おい。ゴツメ、そう、ゴツゴツメットです。そう、なんとこのコスモウムの持ち物はゴツゴツメット。はい、もう、あまり使う機会なさすぎて全然忘れてましたけど、ゴツゴツメット。よし、コスモパワー使ったんで、もう一回受けられるぞ、これ、メテオドライブ。どうする、ここ。テレポートしてもいいな。さあ、湧いて、メテオドライブ。いいぞ、いいのか、俺、そんなことしてて。コスモパワー謎に刺さっているんですけど、どうでしょうか。あ、耐えない。なんか耐える雰囲気だったけどな。でこれね、耐えたら強かったんだよね。ボルトチェンジってもう一回回せたから、まあいいでしょう。ここはボルトチェンジしていきましょう。ほんまか、ここライジングボルトも第3打していかなきゃいけないんじゃないか、実は。さあ、コスモウムのねゴツゴツメットが相当響いてるんで、まあ相手としても結構苦しい戦いなのは間違いないでしょう。ここしっかりと決めていきたいね。おっと、第3打通るね。まあこれ一発で突破できるわけないんだよな、それな。まあ当然ね、自信はやめて、自信は。ないやろ、コスモパワー採用、ネクロズマの自信とか。スキピカー、おっと。そんなことしてる余裕はねえかもしれんねえぜ。ダイヤークで特防を下げるのもまた一方ではある。どうせ月ピカであれば、ここダイヤークしてもいいな。さあ、多分ね、相手はダイマックスしてこないでしょうね。というのも、月ピカコスパである場合、打点がない。ということが想定されます。そう、月ピカですよね。
国防下げたんで、これでまあコスモパワー積む前の状態になった。ここでしっかりと第3打2発目打っていきましょう。威力140ありますよ。まあ、半分入るんじゃないかな、これで。コスパ1回しか積んでないって2回積んだっけ。まあ、半分いきますね。回復追いついてない。コスモパワー !OK! まあ、いいですよ。まあ、今更コスパしたところでね。こちらは、これによってね、ダイマックス切れたことにより、こだわりメガネが発動。今更ダイマしてきても遅いぜ。ライジングボルト、さっきの 1.5 倍の威力が入る。さあ、食らっておきなさい。これがね、最高火力を誇るレジエレキの最強技、ライジングボルトでございます。さあ、まずは1体突破。裏はドラパルトは確定してない。あと1無限ダイナですかね。それであれば、まあ、スモーク入れ替えからなんとかできそうな雰囲気はありますが、どうだ？だって相手もダイマーできるポケモンいないもんね。ダイナでしたね。プレッシャーと。いい、怖い、怖い。まあ、ここはライジングしてもそんなにあれなんで、相手、多分受けループなんだよな。一旦ちょっとライジングしてみるか。多分ね、エレキに一発で倒すほどの打点がないんじゃないかな、無限ダイナだと。まあ、さすがにダイナ硬いっつっても、メガネとフィールド乗ってるんで、ライジングボルト受けるのは結構きついと思うんですよ。さあ、これどんなもん入るかな。半分はいくはず。いいね、いい火力だ。そしてダイマックスポート、まあ、これは俗に言う対戦ありがとうございましたってやつかな。耐えるね耐えるんだ君。なるほど、電気消え去ったのはちょっと痛いね。相手ここで回復してくるかな、果たして。裏3体目まだ見せてないんだ。絶対、HB 特化なんですよ、この無限ダイナ。火力的にも耐久的にも。ライジングボルトが今威力半減か、フィールドもなくなったんで、なんかギリ倒せなさそうな雰囲気あるよね。ここね、回復して、来ない読みで、コスモーク入れ替えます。相手は、コスモーク見せた時点で、こっちのラス1がコスモーグであるということを読んでいる。そこをさらに逆手に、おーっと引っ込めた。なるほど、いいのかそんなことしちゃって。いや、困りますね。でもそれ困る。壁張ってくタイプですかね。いやー、コスモーグ交代読まれたか。これリフレク、ほう、リフレク、なるほど。さあ、可愛らしいテレポートしていただき、ここで、まあ、当然、レジエレキを出していくんですが、どうだろうね。で、相手、なんでリフレクなんだ？物理型と思って、ライジングボルトを物理技と勘違いしているな。特殊技ですよ。ここね。まあ、ボルトチェン、あ、間違えた。これもしかしてやばいやつかやばいやつか、もしかして。いや、ライジングボルトしたかったんですよ。なんか間違えてボルトチェンジ打っちゃいましたけど、これ相手に回復の機会を与える的な、そういうやつですかね。いや、逆に考えよう。僕はボルトチェンジ連打をしているだけでいい。それだけでこの無限ダイナーを完全に止めることが、まあ、できるんですよね、多分。ここはもうテレポート一択。二択中の一択。再生、ずるいぞ、その技。めちゃくちゃ回復しよるやん。テレポーティングしていただき、まあ、あとは、どっかで無限ダイナが削れたタイミングで、破壊光線ですね。どこになるか、それが。まあ、こちらはね、上からボルチェンテレポートし続けるだけで、絶対に有利対面を作れるんですよ。まあ、見といてください。まずは、ボルトチェンジ。まあ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 、相手の自己再生の PP 枯らしてもいいしね。相手は下から自己再生をせざるを得ない。なので、こちらのコスモッグに対しては、上から自己再生をするということになるので、ダイマックスそうだ、先制ボルチェンと後方テレポートによって、相手はもう絶対に
こっちの間で行動するしかないんですよね。やってしまったね。さあタラプの実を食らうがいいぜ。おっとレンブの実でした、すいません。レンブの実ね。なんで木の実食って相手にダメージを与えられるかは知らん。食べ物で遊ぶな。なんなんだこいつは。まあ可愛いからね。そういうのまだ赤ちゃんだから仕方ない、許しましょう。そして出てくるレジエレキム、これがね今のコスモックの強いところですね。圧倒的耐久力の低さによって絶対に起点にされないというね、絶対に倒されることができる、何攻撃されても。だからこうやってね確実に優待面を作りながらレンブの実をね与えていくことができるんです。これコスモックにしかできません。他のテレポート使いでは耐久が高すぎます。さあ破壊光線食らっとけ。これ耐えられないよな、さすがに無限ダイナといっても。対戦ありがとうございました。いや全てのねポケモンと禁止伝説が活躍したいい試合でしたね。みんなコスモックコスモフムの強さ分かったかな。最後に跳ねておきましょうか。うん、可愛らしい。不意打ち効かないぜ。コスモウムには効かないぞ。不意打ちはご存知でないのか、タイプ相性。仕方ねえな、ダイマックス見せてやるよ。ほらまだ残しているぜダイマックス剣で。見たことあるか君、コスモックのダイマックスを。あーダイマックスしても可愛いお顔と。本当に可愛いなこの子はな。世界一君が一番可愛いね。うん、大ウォール、そして大ウォールをするこの悪そうな目、これも可愛いね。アイアンヘッドで鋼タイプになる。いいよ。よく見るとなんかコスモックってこのなんかコスモウムの、あー2連ウォール決めていく悪い子だね。コスモックってあのコスモウムのさ、趣じゃない、面影があるよね、すでに縦ラインとか。あ、こっから硬くなるんやなってのがなんとなくわかるようになっている。さあ、大ウォール決まらず、大ウォールしかできませんからね、こっちは。コスモックお前、ダイマックスしても確定一発か。仕方ない。対戦ありがとうございました。